先日ですね、あの、今めちゃくちゃ話題のインド映画、RRR っていうのをね、あの、見に行ったんですよ。それがね、あの、めっちゃくちゃ面白かったんで、ちょっとその話をね、しようかなというふうに思います。あの、インド映画ってね、僕あんまり見たことなくて、過去2作品しか見たことないんですよ。 あの、きっとうまくいくっていう、それも話題になったやつなんですけど、きっとうまくいくってやつと、あと PK ってやつ。あの、二つともね、あの、アーミル・カーンさんっていうインドのね、あの、スターが主演してる映画なんですけど、今回はね、あの、アーミル・カーンさんとかは全然関係ないインド映画だったんで、あの、今まで見た二つのね、インド映画は、結構ドキュメン、なんかヒューマンドラマ系みたいな感じだったんですけど、今回初のね、あの、インドのアクション映画をね、見たんですよ。 めちゃくちゃゃく面白かったね、うん、まずねあのストーリーも分かりやすいっていうかもう単純明快もう完全懲悪最初にもう敵が示されてそれに対して挑んでいくっていう,もう完全懲悪のストーリーが見ててねもう気持ちがいいしあとアクションの派手さねうんアクションもめちゃくちゃいいし 音楽楽もね、めちゃくちゃゃくしいんん、ですようん、まあ、インド映画なんで断るごとにねもうなんかミュージカルみたいなミュージカル映画だねミュージカルみたいな感じで踊るんですけどそれもね本当にもう乗っちゃうね楽しいしもうマジでねあのー、これ感想とかいうのやぼかもしれないですねもう見てほしいうんで、どういう話なのかっていうと舞台設定がですね1920年のあのインドなんですよ当時ねあのイギリス領 インド帝国まあだからイギリス統治下のインドの話でまあインドのねあのとあるもう山奥にいるね部族の娘がイギリス軍にさ,さらわれてそれを、ね、取り返しに行くっていう話なんですけどもう2人主役がいるんですけど、まあ、ちょっと詳しい話ははしょるんですけどその2人の主役のね身体能力がえぐいんですよ。<laughs> なんか1人はですね なんかインドイギリスの元で働いてるインド人の警察官なんですけどもうたった一人でもう何千何万のね大群衆に単身で乗り込んでいってそれでね一対何千何万で勝っちゃったりとかもう一人もねあのとてつもない身体能力でね一人でたった一人であのイギリスのねあの あの総督区の本拠地に乗り込んでってねもう一人でねもう互角に戦っちゃったりとかそのアクションもねめちゃくちゃ面白いうんなんかもう日本の映画とか普通のね僕が見慣れてる映画とかだとそんなさ少人数でそんな敵に挑む時にこれどういう作戦を練るんだろうどういうねどういう策を練ってここ突破していくんだろうとか考えるんですけどこの「RRR」そういうの全部ないんですよそんなのなくてもう考えとかもう全部脳筋なんですよ 全部の大きい全てパワーが解決するうんもう一人でどうやって乗り込むかとかもそれももう正面突破全部パワーが解決するうん野生の動物とかも操ったりなんかいっぱいトラとかどこにいたんだよみたいなね野生動物いっぱいバーってあの一緒にね戦ったりとかマジで面白いですうんこれね多分これ世界中でヒットしてるんだねこれイギリス人以外だったらめちゃくちゃ楽しいと思う、まあ、イギリスでもねヒットしてるみたいなんですけど もうとにかくイギリスが悪として書かれているっていう <laughs>。まあね、あの、世界史をね、あの、やったことある人ならわかると思うんですけども、イギリスってのはもう世界史においてね、本当にもう、とんでもない野郎ですから <laughs>。ね、もうブリカスって言われるゆえんですよね、本当に。もうとにかくこれでもかというぐらいイギリスが悪に書かれていて、まあね、あの、味方になるようなイギリス人もいるんだけど、とにかくインド人は、もう当時のね、あの、20世紀初頭のインド人はどういう扱いをされていたのかみたいな。 まあそういういのもね分かかったりとか、まあ、だから、これ、実話を元にしたフィクションなんですよね。これ主人公の2人も、一応実在の人物をモデルにしていると。一応舞台設定も、史実を元にしているけど、中身はフィクションですよっていう。あの手塚治虫のブッダと同じですね。うん、手塚治虫のブッダもさ、一応。 まあ、あの事実であったとされること、まあ、紀元前600年以上前の話だから、まあ、どこまでが伝説でどこまでが本当に起こったことか分かんないんですけど、まあ、あれもとりあえずねあの鉄川様のブッダも一応ブッダゴータマシッタルだというブッダとされる人物がいたってことはまあ確実らしいのでそれをモデルにしたフィクションねあれもあの実在しない人物とかいろんなフィクションで出来事とか交えてるんだけどそれと同じような感じかなシステム的には。 うん、実在したことを元にフィクションを作っているという。うんまあ、だからね、あの当時のねあの、世界史とかそういうのを好きな人でもめちゃくちゃハマると思うし、そんなねあの、世界史的なそういう歴史の知識とか全くなくても、本当そういう事前知識全くなくても普通に面白いです、うん。インド映画、楽しいですね。やっぱりね、まあ、インド映画って言っても、ね、あのピンからキリまであるんだと思うけど、わざわざ日本にこうやって上陸してくるインド映画っていうのは、やっぱ全部レベルが高いですね。 うん。でも3時間なんだけど、3時間ってめちゃくちゃ長いって思うじゃないですか。あっという間だから。もう、あっという間に終わる。本当にあっという間に終わる。うん。もう、僕なんかもう映画見てて、あ、多分これクライマックスだなって思った時に、なんかもう終わんの嫌だなって思っちゃっても、もうちょっと続かねえかなと思いながら <laughs> 見ちゃっただから、そんぐらい悪かった。 本当に面白かったから、今もね、11月ぐらいから上映してて、今もやってるから、ちょっと見に行ける人はね、あの、ぜひね、あの、見に行ってほしいですね。もう公開から3ヶ月経ってんだけど、あの、新宿の映画館で見たんだけども、も満員だったから。うん、すっごい。マッチで面白い。うん。満員だったしね。うん。いや、もう、も,もう一回見に行きたいわ。うん、3時間。もう一回見に行きたい。 うん、ただねもうあのねあまりにも面白すぎて3時間経つのあっという間だった代償としてあのもう見てるとき全然気づかなかったんだけどもう映画終わってさ帰ろうかってあの立ち上がった瞬間にめちゃくちゃお尻が痛かったからもうそのケツの痛さを感じさせないほどの面白さうんいやも,もう一回見たいっすわ一回見たときはね展開度で必死だったから 二回目はね、もう展開分かってるから、それを見た上でね、改めて見れる。うん。いや、ほんと元気もらえる映画ですね、本当に。うん。まあ、確かにアクションシーンとか、もう、高等無形なシーンめちゃくちゃあるんですよ。あの、なわけねえだろ、みたいな。うん。もうなんか、少林サッカーみたいなシーンいっぱいあるんだけど、もうそんな少林サッカーみたいなシーンだとしても、それを感じさせないほど、もう、なんかね、そういった、あのー、 つじつまの合わなさとか、無茶だろみたいなのを、面白さが普通に超えてくるから、なんも違和感ないんですよ。これ、中川すごいっすね。うん。ということでね、RRR めっちゃ面白いんでね、あのぜひね、あの皆さん、劇場に、ね、足をね、運んで、運んだらいいと思います。なんか、そのネットフリとか、アマプラとかでも配信されるのかもしれないけど、あれ、劇場で見てほしいね。うん。う音響とか、もう音とか、すごいから、あれ、劇場で見てほしいなっていうふうに、思いました。 というわけで、まあ、RRR を、ね、見たんで、感想動画を、ね、撮りました。はい。だね、あのー、よろしかったらね、あのー、チャンネル登録とかね、あのー、高評価とかね、まあ、低評価でもいいよ。うん、コメント。な何かしらの反応、らい、高評価でも低評価でもいいから、何かしらの反応ください。で、あの他にもね、いっぱいあの僕ねあの、1500本ぐらいね、あの今まで YouTube に動画上げてるんで、よかったら見てください。はい。では、<laughs> ありがとうございました。